はい、おはようございます。ワンタチャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日の動画はドライブレコーダー、この間ね取り付けて2つねちょっと失敗しちゃったんで、その失敗を2つね動画にしました。短い動画ですので、これからねドライブレコーダー自分でつけようという方はねぜひ参考にしてください。じゃあどうぞ。閉めて貼る？内側から貼るじゃん。貼ってよ。うん。カメラレンズに保護シールがありました。これ周り。あ、やべ。ドライブレコーダーの後ろのカメラを両面テープで貼りましたが、ちょっと失敗してしまい、ガラスの熱線上にレンズが来てしまいました。撮影動画をね見ると線が入っています。付け直そうとしましたが剥がれないので、もうそのままにしました。注意してください。日付の設定や配線取り回し等は他の人がねいろいろ動画出してますので、そちらを参考にしてください。前のカメラを取り付ける時にも失敗してしまいました。ここでね絶対注意してもらいたいのが、電源ケーブルと後ろのカメラをつなげるケーブルはもう前もってねしっかり挿しときましょう。あ、大丈夫だ、合ってる合ってる、うん、っていうことにしよう。めんどくさいからね。 OK、 これねどっちだか分かんないね。分かんない。上下あるよ、ちゃんと。よいしょ、開いた。OK。こんな感じか。カメラついた。後ろ天井を向いてるから閉めてみる。そーっと閉めて。見てるの分かんない。天井を向いてる。ここで顔見て。お父さんが立ってるの分かんない。ちょっと見てみます。でそこの画像を見れば分かるよ。だいぶ上向いてる？車が坂だからじゃない？だいぶ上向いてんな。うん、調整もしやすくていい。ああ行ったじゃん。車が坂だから。あ、そうかも。後ろの画像に黒い線が入ってます。行ったじゃん。完成しやすく。後ろのカメラを調整したら黒い線が画像の上の方曲線でね入るようになりました。もうこれでねいいやということで終わりにしました。これからつける方はレンズ設置の時、注意をしてつけてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画がね参考になったということは、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。